リコ先生、今回もいろいろありがとうございました、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。マリコ先生の今回のテーマを教えていただきたいんですが、はい、ですね、レーストールはアメリカの先生、第一人者のエレン先生が、レースドールは、まあ、淡い色で、優しい綺麗なイメージをっていうのがいつもモットーでしたので、まあ、なるべくそれを忠実に先生のおっしゃっていることを忠実に守って作っていきました。そして今回も、優しい色を使って柔らかいイメージで、やっぱり女性がこういうドレスを着てみたいなっていうようなソフトなイメージで作ってみました、はい。ですね、今回こちらのいいですか、お人形なんですけれど、シーチングといってちょっとレースのない部分があるんですけれど、そこに転写紙を貼りまして、それからちょっとボディの方は手書きで書いて、女性らしさをたくさん見せるように、はい、レースのイメージをたくさん上に取って、透け感があるんですけれど、こういうところもちょっとこう細かい技ですね。でエレン先生が必ず淡い色で優しく女性らしいイメージを作るということで、これを作ってみました。で今回はちょっとこうレースの部分が少ないんですけれど、ちょっと憧れですよね。大きなドレスにたくさんの柄が入って、ディアドロ風な、はい、ドレス伝のイメージがありますよね。そういったイメージのものでいくつか作ってみました、はい。3人でおやりになられたっていうご感想などはいかがでしょうか。そうですね、3人とも 3人3様に、人形の作り方がちょっとこう違いますから、その方のカラーがしっかり出てまして、まあ、レースドールにはいろんな幅があると思いますので、奥も深いし、もうそれぞれの先生の個性がたくさん出てますので、いいかと思います。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。いつも大栗先生がどのようなことを思いながらレースドールに臨んでらっしゃいますでしょうか。そうですね、女の心の持ちようってすごく優しい時と、それから頑張らなくちゃとか、なんか愛おしいものに対しての思いとかって、その時々の思いを込めて、そのお人形さんに託して作ってるつもりです。いつもご指導をされていらっしゃるときに、どのようなお考えをお持ちになられてご指導されていらっしゃるんでしょうか。皆さん素晴らしい方で、今日お会いいたしましたらありがとうございます。ご指導っていうことじゃないんですけど、やっぱりその方たちの個性を潰さないように、なるだけ楽しくものづくりをしていっていただきたいなと思って、相談に乗りながら作っていっていただいてます。はい、今回3人で先生方、大御所の先生方3人でやっていただいて、どのようなご感想でしょうか。そうですね、やっぱりそれぞれの違う感性の中での展示会をさせていただいて、すごくお勉強させていただきましたし、また違う人の素晴らしい感性をいただいた感じがして楽しかったです。1週間ありますけれども、皆さんにどんなふうなところを先生の作品を見ていただきたいでしょうか。そうですね、丹精に作ったっていう、もともと細かい繊細なものが好きで、ちょっとこだわりすぎてるかしらと思うんですけども、でもそのこだわってるところをちゃんと本物となるだけ具現化した形で、それなりに表現したいと思って頑張って作っておりますので、その辺を評価していただければなというふうに思ってます、はい、ありがとうございました。